コケコと、ホルフェ・アンド・ハル・モレノは、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。レバンテ・ユーリー所属。ポジションはディフェンダー。ラージョ・バジェカーノで、選手となり、クラブを、セイグンダ・ディビシオン B から、プリメーラ・ディビシオンにまで昇格させた選手で、同クラブで、合計204試合に出場した。2011年に、セビージャ FC に移籍し、 UEFA ヨーロッパリーグを3連覇した選手である。マドリードに生まれ、ラージョバジカーノの下部組織で育った。18歳の時に、セグンダリビション B に所属していた同クラブで、トップチームデビューすると、2007から08シーズンに昇格をつかみ、2008から09シーズンには、セグンダリビションで5位につけ、その中で彼もエルクレス CF から得点を奪うなど、合計3得点した。 その後、2010から11シーズンを2位で終えて、昇格するまでの2シーズンの84試合で73試合12得点の結果を残した。2011年6月初め、4年契約でセビージャ FC に移籍。8月28日のマラが CEF 戦、ハーフタイムにフェルナンドナバーロと交代で途中出場し初出場。2011から12。 シーズンを32試合出場で終えた。2013年3月17日のレアルサラゴサとのホームゲームで初得点。この試合は4から0の解消に終わった。翌年5月14日の UEFA ヨーロッパリーグ2013から14決勝では120分フル出場し、その後の PK 戦でもキッカーとしてゴールを決め優勝に貢献した。 イバン・ラキティッチが FC バルセロナへ移籍すると首相となり、2014UEFA スーパーカップでキャプテンマークを巻いた。2014から15シーズンは新たに加入したアレークス・ビダルが、ウナイ・エメリ監督によって右サイドバックに再コンバートされるとポジションを奪われた。しかし、2015年5月27日に行われた。 UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、決勝では途中出場という形で32分間ピッチ上に立つことができた。2015から16シーズンの最終節、アスレティックビルバオ戦では3人出た退場者のうちの1人目となった。2016年5月18日、UEFA ヨーロッパリーグ2015から16、決勝では、 ミッドフィールダーとして負傷したミカエル・クローオンデリの代わりに、出場、二得点を奪うと最優秀選手に選出された。2016年7月31日、FC シャルケレイオンに3年契約で移籍、移籍金は500万ユーロと報じられている。しかし翌週のボローニャ FC との親善試合で、右足の十字人体を負傷。結果的にこの負傷が大きく影響し、 ポジションを確保することはできなかった。上述の怪我の影響もあり、出場機会を求めて2017年12月16日、プリメーラディビシオンのレバンテ UD に移籍した。その他の試合、ありがとうございます。